月が元気があれば何でもできる実況アナウンサーの鍵野隆彦です。今回は上柴森平王が修行した武術、まあ、こういったテーマでご案内をしてまいります。第1回目は鬼頭流柔術でございます。さあそれでは早速お届けいたしましょう。今回からですね、まあ何回かにわたりまして、上柴森平王が修行した武術、これをねご紹介をしていきたいと思います。第1回目は鬼頭流柔術でございます。実は上柴森平王が経験した武術というのが文献によって順番が違うんですよ。ですから、順番通りではないと思います。ただ、まあ、間違いなくやったであろうという、その武術をねご紹介をしていきたいと思ってます。まずは1回目は鬼頭流柔術でございます。この鬼頭流柔術というのは講道館柔道の元になってるんです。講道館柔道は鬼頭流柔術と天神真陽流柔術とこの2つが母体となってるんですね。この2つがあって、そして講道館柔道が作り上げられたんです。まず天神真陽流柔術というのはこれは素手での戦いなんですよ。ですから締め技とか関節技とかこういったものがまあ主流なんですね。では今回ご紹介する鬼頭流柔術はどういったものかということなんですが、鎧首打ちといいまして、鎧を身にまとった状態での武術なんです。で鎧を着てるという言葉はですね、身動きがちょっと取りづらいじゃないですか。投げ技が多いんですよ。でまあ鎧ですね、胴体の鎧で上ね、顔面これ兜って言いますね。鎧兜のことを甲冑って言うんですよ。ですから甲冑武術ですね。鎧を身にまとうんで投げ技が多い。それもですね、片膝をついて後方への投げが多いんですよ。要はね、イメージは巴投げみたいなイメージ、ああいったのが多いです。そして鎧を身にまとってますから脱力をしての投げ技が多いですね。これはね、動画ビデオで見たんですが、やはりね、脱力をして投げてるような感じに見えます。やはり動きづらいですよね。鎧を身にまとってますから動きづらいということがありね、ですから投げ技、それも脱力しての投げ技、これね、脱力しての投げ技だったら結構な高度な技術ですよ。これが鬼頭流柔術でございます。でね、面白いのがね、形の残り合いというのがあるんですよ。かける側とかけられる側ってありますよね。技のかかりが悪ければ受ける側が反撃していいっていう、こういった傾向スタイルなんですって。ですから中途半端なことをしているとね、技をかけられる側が反撃するんですって。こういった傾向形態があったそうですよ。あとはね、要するに、甲冑を身にまとっての戦い方なんで、まあ、大きく分けると組打ちの形を取る、まあ、5つの、ね、形があるんですって。で組伏せるわけですよ。組伏せて短刀で首を切るというね、こういったやはり武術なんですって。で今度は組伏せられたものは短刀で反撃してもいいという、こういった武術だそうですよ。でもちろんあの形の稽古もあるんですが、形の稽古云々よりもより実践的にというような意味合いが強くて、格闘職の今でいう格闘職の非常に強かった武術なんですって。でね、当て身も結構多いんですよ、調べてみると。例えばね、目つきですわね、今で言うね、両目、あとは両脇、あと筋的、こういった打撃もあるんですって。ですからいざ実戦だっていう時にはですね、そこを狙えってことですよ。ただし繰り返し言ってますけれども、鎧を身にまとってますからどうしても動きづらいんで、投げ技中心であるよということなんですね。実用的な技はね、15ぐらいあるんですって。でこれは非常に面白いですね。またちょっと紐解いていきたいなというふうに思ってます。例えば馬上であったり水中であったりね、いろんなパターンがバリエーションがあるようですよ。まあ、今回は概要に留めておきますが、そんな感じ。そして重要課題とすると、形にとらわれず気を磨くことなんです。これね、気と言いますとね、今の方々ね、あ、ま、なんだまたその見えない世界かと思うかもしれませんが、そうではなくて実践用ですから、気を磨かないとやはりいざという時使えないってことなんですよ。要するに武士道とは死ぬことと見つけたりっていうことわざがありますけれども、やはり命を捨てる覚悟ってそんな簡単にできないんですよ。でもいざ実践の場なんで、そういった心を練る作業もすごく重要視されていたんですって。これ東平浩一先生も言ってましたよ。東平先生は戦争に行きました。で十分に心を練っていったつもりだったけれども、やはり
実弾が飛び交う中に入ってみると自分の心がこんなにも弱かったのかって思うんですって思ったんですって。まして私なんかね、実弾の中に入ったこともないですよ。そうするとね、やはり萎縮するんですって。萎縮する、動けなくなる、固まってしまうんです。凝り固まっちゃうんですって。それをなくすために気の錬磨をしていたということなんですって。それだけ実用性が高いってことですよ。要するに鎧の所作にはね、相手の力に逆らわずして勝つという理念のもとに、天地自然の気と自分の気を一体にしようという、そういった所作があるそうなんです。ですから気の錬磨もやったということなんですよ。丹田に気を収めて、自然、大自然のね、天地の気、大自然の気と自分の気を一体化するような気の錬磨もかなりやったと聞いてるんです。これをすることによって、実践であっても凝り固まらずに柔らかな動きができるってことなんです。ですから気の錬磨もかなりやったということで、この気刀流の柔術の心得といたしましては、心気の修行、心の気の修行なんです。これがね、大いなる目的なんだそうですよ。やはりいくら、技術がすごくても心が練れてないと実際には動けないんです。動けない。これはやはり戦いの舞台に行った人じゃないとわからない。私も偉そうなことは言えない。戦争にもね、行ったことないんでね、やはりビビるんだそうですよ。なかなかね、武士道とは死ぬことと見つけたりといえども、そういった心中にはなかなかなりきれませんよね。そのための気の修行をしていたというのがこの時代ですよ。気刀流柔術の源流として脈々と流れているんだそうです。こういったものを上柴守平をやったということなんですね。ですから紐解いてくると、やはり昔の方々はね、特に戦国時代なんてのはもう戦いでしょ。生活イコール戦いですよ。自分の領土をいかに拡大していくかってことですから、そう考えるとね、やはりもうものすごい修行をしていたんだなと。これは技もそうですけど、心根もそうですね。そういった2つの錬磨、これをやっていたんだなということがよく分かりました。今回はですね、気刀流柔術をご案内してまいりました。今後ですね、順を追いまして、上柴守平王が修行したその武術というのをね、皆様にはご披露申し上げたいなというふうに思ってます。今回は気刀流柔術、こちらをご案内させていただきました。この辺りでご無礼を。元気ですか？元気があれば何でもできる、元気があれば発信もできます。実況アナウンサー柿野孝彦です。よろしくお願いいたします。バカそう